なんだジャック・ラッセルさんおられますか？はい今開けるからちょっと待てって。なんだよ想像しいな。王国最小ラークス様より伝言です。今夜登場していただきたいとのことです。登場？城に来いってこと？よろしくお願いいたします。それでは。お城から呼び出しね。何の用だろう。さてと、そろそろ城に行くかな。って今日は客が多いな。はい誰っすか？ジャック。私だ。え？リドリー？すまないなジャック、こんな時間に。まあとにかく中に入れよ。ああ、やれやれ、思った通りの家だな。掃除なんかしたこともないんだろう。悪かったな。だいたいお前だって自分で掃除なんかしたこと。リドリー？ん？ああ、すまん。なんだよ、悪口にいつものキレがないな。そうか。うん、いや変だよ。ジャック、何かあったらうちに来てくれと言っていたな。ああ、言ったけど。実は相談があってきた。聞いてくれるか？ああ、任せとけよ。俺が騎士団憲章で一個だけ覚えた言葉。同じ団に属する者は家族ってな。ま、俺はもう騎士じゃないけど。すまない。私のせいだ。だからそのことはもういいって。まあ、座れよ。なんだよ、今日は本当におとなしいなお前。ジャック。なんだよ。私は騎士団を辞める。え？なんで？城も出ることにした。というより城を出てきた。ちょっと待てって。城を出てどこに行くつもりなんだよ。テアトルか？いや、花の都だ。ライトエルフの長老ザイン殿に会いに行く。だって花の都にどうやって入るんだよ。わからない。だがどうしても私はザイン殿に会わなければならない。どうしてだよ、下手すりゃ殺されるぜ。玉継ぎの儀式のことを覚えているか？ああ、王国に襲われてお前が死にそうになった時。あの儀式を受けてから私はおかしくなったようだ。自分の体がまるで自分の体じゃないみたいだ。それにアルガンダース、最近流行っているあの伝染病。ああ、人が凶暴になる。その病気もあの儀式と関係があるかもしれない。だから待てってば、話が飛びすぎじゃないか？いや、きっと関係があるんだ。そのせいで、私のせいでロゲイレ殿は命を落とした。え？ロゲイラさんが死んだ？なあジャック、私はどうしたらいい？私は自分が恐ろしいのだ。自分がこの先どうなるのかわからない。それが風が怖い。ジャック、私を助けてくれ。お願いだ、ジャック。ジャック。リドリー、すまなかった。リドリー、もう大丈夫だ。すまなかった。私は行く。おいリドリー、さよならだ、ジャック。さよならって。おいリドリー、何を迷ってんだよ、ジャック・ラッセル。同じ団に属する者は家族だろ。もう騎士じゃないけど、とにかくあの様子じゃリドリーが心配だ。追っかけよう。おーいリドリー、おい待てよ。おい待てってば。なんでそんなに急ぎ足なんだよ。ジャック、どうした？話が終わっちゃいねえぞ。俺たちは家族だって言ったろ。ジャック、お前のピンチは俺のパンチじゃねえ。何言ってんだ俺。とにかく俺はお前と一緒に行くぜ。勝手にしろ。ああ、勝手にするぜ。勝ってないぐらい勝手にするぜ。なんだよ、今の面白かったろ。無理すんなよ。あれはリドリー様。地の谷のドワーフを殲滅し、竜を撃ったというのですか。となるとライトエルフが黙ってはいませんね。彼らとの衝突も避けられないでしょう。奴らは人間を目の敵にしていますからな。交渉決裂といえど武力行使は浅はかでした。しかも騎士団にも甚大なる損害、すべてはこのダイナスの責任です。過ぎたことはもういいでしょう。人間と他の種族が覇権をめぐり剣を交えることを想定はしていました。はあ、それより不足だったのは竜の出現です。ダイナス、古い伝承を知っていますね。塔の頂、天をつくとき竜を現れこれを崩すですか。ええ、その竜がなぜ今出現し、しかもドワーフについたのか、私がわからないのはそこです。ドワーフが飼いならしていたのでしょう。竜といえども所詮は獣です。確かに強力ですが、我々に倒せない相手ではありません。だとするとこれからの対策は、ライトエルフと他の竜の出現に備え、ヘレンシア砦の警備を強化しましょう。手ぬるい、あまりに弱腰です将軍。妖精など一気に叩き潰せばいいのです。竜を撃った我々にもはや不可能はない。伝承によれば竜はあと2匹。その全てを相手にできますか。私にお任せください、ラク様。この剣にかけまして。いい加減にしろクロス、思い上がりも甚だしいぞ。弱腰の将軍様はどうぞ公人で警備でもなさっていてください。なんだトンク様。ダイナス、クロス、内輪もめをしている時ではありません。ドワーフとチリュウを倒したことで妖精たちは苛立っています。我々は何が起こったとしても王国を守らなければなりません。王国を守ることはひいては人間を守ることなのです。とすれば竜との戦いもやむを得ません。それが騎士団の務めでしょう、ダイナス。しかし先の戦闘で騎士団は大損害を。とてもこれ以上の進撃は。悠長なことは言っていられません。脅威は風虫の谷まで迫っています。風虫の谷ですか。ルシオン殿の情報によるとそこに風流がいるようです。風流か。飛んで火にいるなんとやらだ。ダイナス将軍、風流討伐を命じます。クロスと共にこれを殲滅しなさい。はっ、必ずや討ち取ってみせます。はっ。ルシオン、大変だ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 。一大事だルシオン、頼む、なんとかしてくれ。どうされました？リドリーが家出したのだ。リドリー様が？あいつの部屋に行ったらもう戻らないという書き置きがあった。ああ、わしはどうしたらいいんだ。どうすればいいルシオン。ご安心なさいませジャスネ様。すぐ衛兵に探しに向かわせましょう。ちゃんと連れ戻せるのか。さあ、ご自室にてご安静に。すぐに朗報をお届けいたします。本当か。すぐだな、約束だぞ。ええ、お任せください。ではわしは部屋で待つ。ということはリドリーの覚醒が進んでいるということか。急がなければ。さて着きましたっと。あれ、誰もいないな。おーい、入っちゃいますよー。あっ、てめえら何しやがる。リドリーを離せ。近づくな。それ以上近づいたらこいつを切るぞ。問答無用だぞ。血迷ってんじゃねえよ。俺たちが何したってんだ。血迷った真似をしているのは人間の方ではないか。なんだよおめえは。ノゲイラ殿の弟、ザイン殿、ライトエルフの長老だ。こいつがライトエルフ。地の谷を襲ってドワーフを奴隷とし、アルガンダースをまき散らし、テトアスの秩序を乱す人間がどういう了見だ。私をどうなさるおつもりですか。殺して人間どもへの宣戦布告とする。な、バカな。そんなこと俺が許さねえ。人間と戦争するつもりなのですね。妖精の存亡をかけた戦いだ。まずは因縁のヘレンシア砦を落とす。ちょっと待った。俺がリドリーを殺させないって言ってんの。それがザイン殿の妖精のご決意とあらば致し方ありません。玉継ぎを受けた私は妖精と共にありたいと願ったのですが。何、お前が。しかし人間は信じられん。ああ、ちょっと人の話聞いてる。近づくな。この女を切るぞ。なんだうるさいやつめ。そんなにヘレンシア・トリデが欲しいんなら俺が行って落としてきてやるぜ。ジャック？何を言う。俺は顔が利くから奇襲できる。全面攻撃するよりリスクは少ないぜ。うん、一理あるな。その代わりリドリーは話してもらう。どうだ。よせジャック、一人で砦を落とすなんて無謀すぎる。まあ任せとけよリドリー。いいだろうザイン様。ヘレンシア砦を落としてきたらこの娘の命は助けてやる。よし決まり。ジャック、心配すんなって、必ず帰ってくるよ。お前らリドリーを丁重に扱えよ。お前こそ逃げるなよ。逃げるな。誰が逃げるかって待ってろよ。ちゃちゃっと言ってくれ。ジャック、このテントにいる男が一体どうしたって言うんだ？はっきりとは分かりません。ただ彼は何かを隠している、そんな気がするんです。しかしあの時は参りましたな。わざわざブラッドオークをおびき寄せて花の都を襲わせようとしたのにな。まさか新米騎士団までうろちょろしているとは。いやはや驚きました。まったくとんだ災難だった。あのブラッドオークはクロス殿がなんということを。そのためにリドリーさんは。これで納得がいきました。そして私が何をすべきなのかようやくわかりました。ちょっとガンツ待ってってば。さーてと、かっこいいこと言ってきちゃったけどどうすっかな。だいたい砦を落とすってどうやんだ。全然わかんねえよ。止まれ、何者だ。いやあ、俺は戦士ギルドの隊長でジャックってんだ。中に入れてくれないか。虐待？聞いたこともない。ダメだ、帰れ帰れ。やっぱ新米隊長は知名度低いぜ。あのさ、こう見えても俺って元騎士団だったりするんだけど。こう見えてもと言われても小僧にしか見えん。帰れ。ちっ、ケチくさい門番だな。そんなだから門番なんだよ。なんか言ったか。ううん、じゃあさ、ここで一番偉いのって誰？先ほどビオレ・シャトバージュが赴任してきたから、現在一番偉いのは夏目様だ。夏目。ああ、レナードのおっさんとこだ。じゃあ夏目呼んで。こら、夏目様を呼び捨てにするな。だったらさ、レナードが一緒にいるだろ、呼んできてくんないかな。レナード様？うん、よし、ちょっと待ってろ。探していたんだ。え？俺を？とにかく中に入れ。あなた、何を目的にリドリー様を誘拐したのです？はあ？誘拐？リドリー様を誘拐するあなたを見た者がいます。ジャック、正直に言え、これ以上罪を重ねるな。ちょっと待てよ、なんでそうなるんだよ。俺はリドリーが変だったから、騎士を辞めて、そんで城を出て花の都に行くなんて言うからさ。嘘をつかない、リドリー様がそんなことをするわけないでしょ。いやマジでそうなんだって、だから俺は心配して。お優しいジャスネ様の愛情を一身に受けて育ち、今は騎士団長にまで出世されたあのリドリー様がそんなことをするはずがありません。さあ本当のことを吐きなさい。嘘に付き合っている時間はないんだから。こっちだって急いでんだよ、リドリーがエルフに捕まってって。あ、言っちゃった。もうだからさ、この鳥で落とさないとリドリーが殺されちまうんだよ。は？俺のことは信じなくてもいいから砦を明け渡してくれよ。おい、言ってることが支離滅裂だぞ。はっ、お前もしかして騎士団をクビになった腹いせにリドリー様をさらったのか。違うってば。仕方ありませんね、こうなったらちょっと痛い目に遭ってもらうしか。悪く思うな、お前が強情だからだぞ。もうめんどくせえ。この砦で俺に明け渡してもらう。ジャック、何のつもりだ。構いません、レナード、切りなさい。小僧にへっへんだ、俺って強すぎだな。あ、そうだ、前から考えてた勝利のセリフってやつを試してみようかな。なんですそれは。命だけは助けてやる、だから俺の言う通りにしろ。言う通りに。バカ！何勘違いしてんだよ。俺はただ命乞いしてほしいだけ。なんだ、私はてっきり。って待ちなさい、それもできません。じゃあいいよ、もっと嫌なことしちゃおうかな。なんですって凶物。あまりに私が美しいからって。どうしよっかな。わかりました、ジャック様、どうか命だけはお許しください。あ、最強の天才剣士ジャックさんね。あともっとこう這いつくばって。最強の天才剣士ジャック様、どうか命だけはお許しください。もっと可愛く、夏目のおねだりとか言ってみ。調子に乗って。早くラブリーなポーズも忘れずにな。夏目のおねだり。似合わねえ。いつか殺す。さて、あとはヘレンシア砦を明け渡してもらおうかな。どうやらそうはいかないようですね。え？団長、ご無事ですか？夏目様、侵入者ですか？ああ、私があんなおまぬけな茶番に乗ったのも全ては時を稼ぐため。しまった。形勢逆転ね。誘拐犯ジャック、覚悟しなさい。夏目団長。お前侵入者か。そ、これやべえ。奴は誘拐犯ジャックです。逃がすな。おえ、ライトエルフ。やはり人間一人で砦を落とすのは無理だったんだ。私たちザイン様に言われて、あなたが逃げないように見張っていたの。逃げてなんかいないぞ。形勢の不利を立て直そうとしてるだけだ。それは分かってる。君は立派に戦いを挑んだよ。人間にしては珍しく嘘つきではなかったな。ライトエルフ、なぜこんなところに。さあ、こいつらをやっつけよう。え、いいのか？本当に戦争になるぞ。私たちもともとそのつもりよ。くそ、ついにライトエルフが放棄したのか。ジャック、自分のやってることが分かってるのか。やってること？お前は仲間を、人間を敵に回したんだぞ。そんなこと。引きなさい。砦の守りを固めるのです。僕らはこのままこの砦を制圧する。君は花の都に戻るんだ。さあ、花の都へ。ザイン様が待ってるわ。ああ、分かった。気をつけてね。